脳死と判定された人からの臓器移植を可能とする臓器移植法が施行されて25年が経ちましたが、国内の臓器移植は諸外国と比べても格段に少ないのが現状です。8年前、心臓移植を待っていた娘が脳死の状態となり、臓器を提供する決断をした男性に当時の胸の内を聞きました。岐阜県で柔術スタジオを運営する白木大輔さん。8年前、重い心臓病を患っていた長女の優希ちゃんを亡くしました。名前の通り優しい子でしたね。なんか結構周りの気を使うというか、そういうところもあったりする子でしたね。はい、できた。元気いっぱいで優しい子だった優希ちゃん。異変が起きたのは4歳の時でした。上手。はい、上手に消せれました。最初は夜になんか嘔吐するみたいな症状があって、あんまりこう自分なんかこう風邪かなぐらいな感じだったんですよ。次第に顔がひどくむくみ、病院に連れて行ったところ、心臓の筋肉が薄くなりポンプ機能が低下する拡張型心筋症と診断されました。平穏な日から突然こうなんかえっていうふうに準備すらしてなかったので、はい、まあその恐怖があったありましたね。優希ちゃんは薬で心臓の負担を減らす治療を始めましたが、助かる道は心臓移植しかないと告げられます。そこしか選択しかないんで、もう親としてはやっぱり子供に生きてほしいっていうのがまあ大前提であるので、補助人工心臓で命をつなぎながら移植を待つ日々が始まりました。白木さんは SNS に優希ちゃんの闘病の様子や自身の胸の内を綴るようになります。補助人工心臓の挿入部の出血を止める手術、胸を開くのはこれで3回目。自分の子ながら本当に頑張っている。国内で脳死による臓器提供が行われるようになったのは、臓器移植法が施行された1997年、2010年に改正臓器移植法が施行され、15歳未満の子供でも家族の承諾があれば臓器提供が可能になりました。しかし当時、国内での子どもの臓器移植は年に1件あるかないか。家族は海外での移植に望みを託し、準備を進めました。受け入れ先より正式に受け入れることが決まる。勇気の目から行きたいという気持ちが痛いほど伝わってきた。とにかく前進するしかない。しかし入院から3ヶ月後、優希ちゃんの容態が急変。補助人工心臓の中でできた血栓が脳の血管に詰まり、脳梗塞を起こしたのです。医師からは脳の機能の4分の3が失われ、これ以上の治療はできないと告げられました。先生は言わなかったけど、ほぼ脳死ということだと分かった。止めどなく涙が流れた。たくさんの思い出が、楽しかった思い出が後押しするように泣いた。深い悲しみの中、白木さんは大きな決断をします。先生に勇気の臓器を、勇気のように臓器を待っている子供たちのために使ってもらえないかとお願いをした。迷いはなかっ
たですね。僕らはずっと欲しい側にいたわけじゃないですか。じゃあいざそういう状態になった時にそれができないのもおかしいなっていうのも思ったんですよね。その後医師による2回の脳死判定が行われました。家族はゆうきちゃんの手形や足形を取ったり体をきれいに洗ったりして残されたわずかな時間を一緒に過ごしました。そしてゆうきちゃんの肺、腎臓、肝臓が病気で移植を待っていた人たちに提供されました。娘の一部だったものが他の人の体で、まあ、生き続けるっていうのはちょっとおこがましいけど、まあ、役に立てるっていうのであればきっとその娘も望むだろうなって思って。子供を愛してるからこそその選択を選んだのかなっていう部分はあります。移植を待つ側と臓器を提供する側、つなぐ命、両方を経験した白木さんが今伝えたいことは、移植医療っていうのはやっぱりすごい、まあ、まあ言い方があれですけど本当に温かい医療だなと思うので、まあ、そういう部分がやっぱりこう皆さんに伝わってもらうのが一番かなと思いますね。はい、臓器移植というと少し重いですとか暗いというイメージを持っている方もいらっしゃると思うんですが、白木さんの話を聞いてもちろん残酷な現実はあるものの、臓器を提供する側そして受ける側それぞれの思いと命がつながる温かい医療だと感じました。内閣府がおととし行った調査では臓器移植に対する関心度についておよそ1700人の回答者のうち臓器移植に関心があると答えた人は 65.5% いました。また自分が脳死や心停止になった場合に臓器を提供したいと答えた人は 39.5% いました。このように臓器提供に前向きな考えを持つ人が一定数いる一方で、提供の意思表示に関しては運転免許証や健康保険証などですでに意思表示をしているという人は 10% 程度にとどまっていまして、提供したいという意思がありながらもその意思を確認する難しさがうかがえます。国内の深刻なドナー不足を解消するためにも本人や家族の意思を尊重しきちんと活かせる仕組みの充実が必要だと感じました。